い、ということで夜飯になりましたが、どうですか。ということでまず夜飯を見せたいと思います。こちらバン、どうですか、どうですか、ゆうたさん。エビ、エビ煮物、煮物キャビア、キャビアイカ、イカ、イカ、白菜、白菜、おしんこ、おしんこ、山芋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 、里芋、ひじき、あ、ひじき、ひじき、あとなんかあっちで日本にね、もつ、もつ、もつにあるらしい。うわ、ビール、さん、これビール持ってきた方が良かったね。てか、あんな飲み放題に入ってるから、ちょっと勘弁しねえから、ちょっと見てみよう。ということで、持っていきたい、持っていきたいと思います。いくぜ。作ってやばくないですか。さっきの罰ゲームの企画がなければ楽しい。これメインなしなかった、危なかったよ。これがなかった、これがメインだった。はい、何枚持ってきた。2枚、はい、お肉誰が一番食える感染症ね。絶対俺ビリやろ。俺の問題はここを片付けたライスと肉だけの世界。米好きなんか普通に。なんか結構好きなもの残したくない。だから漬物とかさ、合間に食べるの先に食っちゃう。貧乏ぶりね。ツナムリス、これうまい。カニ、こえられてるか、かなり食べる。結構もう食べる。潜った、うん、やばい、結構もう食べる。さあ、いったんうまい。僕はじゃあこれでいただきます。いきなり雰囲気出してそれなんていうか、
らないの。テクサー X。 味が全部あの僕らの量産の飯とはちょっと面白い。 S の食い全然 S の食いだよ。肉やばい。肉いっちゃうの。あ、すいません。はい、サンタラください。はい、酒飲むよ。ん、酒飲む。いや、いいから効果にしましょう。あ、飯食いたい。大丈夫、俺こうだから。触れる、炭酸は。いや、あの、嵐の中遭難したのに、このご飯のおかげで。いや、報われる。いい思い出になった。単純に遭難しなかった。あ、作品美味しいわ。つまみにはいいじゃん。ポイント出すか。どう。いらんのよそれ。あの店がいらないもん。これが春は残念だね。うん、今もちょっと寂しいしな。寂しいっすよ。俺らでいう4みたいな数字だった。分かってるミスター、グリードミスター4が嫌いじゃないですか。あ、みんな俺らこんな複雑な数字って3なんですよ。3なの。大体3人誰が1人かけてる。4人でさ、2人でさ、分かれてさ、なんか2人もできるじゃん、旅行してもプロもさ、すげえ中段階かも。そうそうそう、多くもないし、少なくもないね。しかも、ニュース分かれて2、1になっちゃうから、やっぱりさっきのスゴロクみたいな、俺がだけ1回のラーメンで見るやつ。この後もちなみに2、1なんだよ。え、ワイン用セロ2、1なんだよ。あ、酒の強さを考えて。でも、対戦型じゃん。だからまあ、飲む量が結局さ、だってひっくり返された分飲まなきゃいけないから、例えば4個ひっくり返されたら、俺らは2、2で飲めるし。ああ、そういうことだ。やばいじゃん。やっと試合4個出るから、俺らは2、2で分ける。なるほど。酒の強さの問題があるから、そのハンドル。だから今ハンドル、ほら。プラス。やべ、味噌汁と、もつ煮やばい。もつ煮うめえ。もつだけで飯いける。酒じゃない。酒じゃない。酒じゃない。これ、クリフォードだよ。単純に考えて、あのリッターやばい。酒の量。やばい。あの、絶対やんない。まあ、ヤートシさんが全部片付けてくれましょう。6000円もしましたからね。あんまり動きてない。安いでもね。何秒だったら。去年のさ、旅行でさ、あの日が一番その年で贅沢した年だった。一番辛かった日だった。今日が一番贅沢してる。うん、美味しい。カニはどう？カニはどこでもうまい。これもカニはぶっちゃけ一緒です。そんな、その身がスカスカか詰まってるかぐらいの差じゃない。一番わかんないから肉の質か。肉の質が一番わかんない。いや、わかるでしょ。わかるでしょ。ここちゃんと手作りかな。うん、ある。濃すぎる。うん、そうだね。俺がいつも感じて、あの鏡調味料の味が好きなんだ。ああ、山本すごく。それも酔いしれられない。そこでこれを食べるの。そこでこのクオリティの飯を出してたところだよ。採算取りに行くと心配じゃない。
かわいく持ってっから手伝いやすい。あ、そうかかってんすよ先に片付けてエビタイム。この赤の端っこ行ってカニ味噌を合いびん味噌を売っちゃうよ。カニ味噌もう失敗したわ最悪の早めの帰るんですか。これも中国だね。こっちじゃないか。こっちなんだ。いやだからねえ、ねえ、これでも。なんかね、味付けがちょうどいい、塩気がうまい。何かに。来た、うん、早くね。はい、あ、いただきます。はい、すみません。いただきます。じゃあもらってもらえるかな。うまい、食った。食べてみてこれ。心臓ついてる。心臓もいっちゃう。中身全部見るんだよ。頭らしいじゃん。いや。やば。何度くらい。うめ。朝食はないの。何も分かんないです。分かんないとりあえず予約しただけなんで何も分かってないです。良さげのやつを予約したんだ。結構これだったら朝食もなんか期待できそうな。なかったでしょ。いや、あるある。朝食はあった。前回に来た結構俺朝食が来たんだ。俺が来た食べ物があるでしょ。でさ、普段の朝食はあんま食わないんですけど、毎日泊まりとかさ、の時の朝食でなんか食っちゃうんだよ。わかるよ。なんで使うことでお腹いっぱいになっちゃう。これでも達成感。部位が違う。部位が違う。ねえ、そこは何の部位でしたの。そこは、座布団。座布団だ、絶対に。サーロイン見られたから。サーロイン見られたから。うまっ、ここやば。これ全部乗れるね、ここ。やばい、食べみたいな弾力ある。なんで、ね、なんだこれ、見せてやって見せてやって。超うめ、すげえ笑ってんのこれ。さっきのファームから来てきた。あったの。四季島ミート。アメリカンどっか見に来てる場合じゃない。これだろ。まあ、あそこは作れなかった。まあ、別にあそこ美味しかったんだけどね。白身魚食ってないじゃない。今日来るな。これつまみもしていたいですか。でもさ、死ぬほどやったからな。びっくりしたな。俺ちゃん近くに乗ったのか。いい出会いですね。人のタイマーもここだとめっちゃ早い。バカじゃん。もつ食えよ、もつもね、うまいの。肉にかぶれる。これだけでご飯いける。もつって普通ご飯いってもんじゃない。そうですよ。知らんけど。いや、これとこれだけ出されても、こう、あの、別に文句もない。ここで、もし座って、これとこれだけ置いてあっても、食えよ。もつに食うとご飯食わんの。大体酒なの。酒飲みはね。すげえ。
やめこれ。山来てよかったでしょ。食ってますこの断面見いもう断面をください、はい、いやもう十分味付いてるやんなんならしょっぱいぐらいなもん俺ビール飲んだからもっと塩分カバーで死ぬさらないみたいな毎年健康診断オール A だから大森製作所行ったじゃん、うん、編集してた時すげえ入れてたから、うん、やばいよでも体験維持のために撮影日以外であんまりラーメン食わないようにしてんのそうえらいでもしたことないなんか痩せたことによって周りから言われるからさ、取っちゃダメなんだ。かっこいいって言われる。変わったって言われる。もうちょっと太っててもいい気がするけどさすがに痩せすぎじゃないゼクセはそうやって言うの珍しい、うん、だいたい俺からするとデブだからさだいたいの人類が俺からするとデブだからさなんか俺に近づいてきててなんか気持ち悪いなと思ってなんでいや痩せすぎはちょっとキモいちょっとキモい、ね、あとさ元から痩せてる人はなんかさもう見慣れてるからかしんないけど別にいいんだけどさ石田とかもガリガリだけどさ別にあいつはガリガリだからこそみたいなやつじゃでも元からそうじゃなかったからいやお前らと出会った頃この体型だったよねちょっと1年前のホテル見てみ顔が全然違うパンパンだよ汗チェックでそこからするとなんか細くなりすぎて貧弱でなんか情けないなって思ったでもさ半年ぐらいでこうなった、うん、半年前ぐらいやりだした9ヶ月ぐらいで、これリバイブの前のバンドの解散の日つけてくれてたじゃんあの日も、これ、この体重ただ、体重はこれなんだけど、あの時よりもお腹はへこんでる健康的になった酒は変わるんだよ飲む酒が変わったからハイボールが、ビールがあんまり飲まないどうもがいいハイボールはあんまり飲んだからコーヒーもブラックコーヒーに変わったからあやたくのあれも、うん、あんまジュース飲まなくなったな最初ペラティー抹茶あるでしょたまに飲むお酒は分かれてます僕のコーラも大好き俺は米を飲みますうわー、入れすぎた。
満員だよ。ちょっとこれ無理やりにでも食ってきたよ。赤い肉特有のもたれが発生したり、ちょっと一服にしたい。それはダメだよ。なんで今からわさびついたの。まあ、でしょ。ここまで頼むのは予想してたから自分から始め、ニンニクもあるでしょ。無理に呼びよ、これ我々の方がすごい最初からあった、うん、割と最初からハモったよ、あったよ、うん、ジェルだったんだけど、うん、うまい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 です。いや、マジアメリカンドッグ来なきゃよかった。アメリカンドッグでかい。春だったら肉に買ったら来てるな。どうなんだろうね。ちょっとこれ以上はって言われるぐらい。そのレベルまで行くともう10皿以上は食わないんですよ。これ今何皿か3皿なの。あ、まだ3皿か。そこまでは無理だって。全然食えてない。栃木県民でよかったと思うな。マジで予想以上に油がきつい。もしかしたら仮にさ、誰かがかけてるか2人のこれだと思います。俺はここからさらに1人かけてる。俺は買いたいなし。もう予約しちゃってるし、来なきゃ当日2組でなんか楽しみる。デクサンプル楽しめる。じゃあ仮にね、今日の仕事でやっぱ行けなくなったもんね。どうすんの。どうすんの。そう、無理やりテンション上げてる。テンション上がんないと思う。もうしんみりだね。ひとすんの疲れる。やっぱいいよな、こういうの。誰と言ってもこれそうなる。そうなるよ、二人はそうなっちゃうよ多分。二人でうえーって、なんだよなんだ。ナレーション見せてくれ、食ってる。ここは多分風景が取り出すよ。春はこの年になって生に磨いて遊びまくってるのが興味ないんだよ。そうだよ。適当なこと言うとくれ。この LINE のアイコンがなんかすごいね、また変わってきて、コロコロ変わるよね、あいつ。ちょっと決めてる、なんかお店に撮った写真。なんで女に撮ってもらったんだろう。忘れるな。はい、アイコンつけてる。俺つけてるけど、俺マジで俺も買えないの。ずっと撮ってるわ。そうだね、3年ぐらい。いや、もう3年以上だよ。で、俺その前はジェイソン・ステイサムだったの、ずっと。少しで、ジェイソン・ステイサムしてたら春にやめた方がいいって言われたんだよ。そうなの。なんか、よしは、なんか普通になんか、やめればこれ、みたいな。春は自分の顔のせいですね。じゃあさ、さ、なんであんなコロコロ変えるのかが疑問なの。女とかも結構変えない。まあ、なんでそんなコロコロ変えると思ってた。まずアイコン設定しないから。俺2人してないの。2人はしてない。なんか思想だけどしてない。ああ、そうなんだ。知られてる。特定されないように。さらされないように。まあ、ない。なんか気持ち悪いな。それこそ学生の頃とかってさ、いろんな SNS で今みたいにはなくなったけど、俺たちはミクシーだったのよ。みんな設定してみてやってたじゃないか。やってたけど気持ち悪いなって思って。全部やめて。めんどくさくない。めんどくさい。だから俺もめんどくさい。俺も買えないんだけど、さすがに俺もちょっとどこか恥ずかしくなってきた。急に病院やん。ちょっと恥ずかしいでしょ。だけど買えるもんがなくてさ、でもないのもないで、なんか味気ないなと思って。でもだから自分の写真にもしたくないし、なので結局変えないっていう。あの逆に、だから名前も、名前は違うかもしれないけど、2人ともアイコンないから、どう違うなっちゃう。こっちも
一瞬でパッと見で分かんないどっちが送ったか。でももう一回なってるけど、ちょっと見ないとさ、アイコンでパッと見あ、言うたかと思うとやってみる。俺と私はどっちかが自分だから、それは感じたのだから。あ、そういうことか。テクスだけで感じてる。俺もすぐ分かる。左側に言うたら出てるから。そうか、そうか。で、2人が連続で来るとどっちってなる。なるほどね。じゃあ俺もあと1回以上。俺もあと1回以上。さらさらさら次から様子見。あ、じゃあそうします。そこまでは当たり前だ。今4年ね。私の目標は8年ぐらいでいる。そう、なんかいけない。お腹いっぱいになったらまだいける。みんな何分目ぐらい。いや、俺ももう8ぐらい。俺もそのぐらい。俺も自由か。終わったら終わった。もう終わってるよ。結構行きたいね。終わったね。これで何グラム。デザートあるから。デザートはつまらないです。これさ、マジ酒飲んだら吐かない。ちょっと今は飲まないな。ちょっと間を置いてから。お父さんもかわいい。もちろん取りすぎた。間違えられない。2杯目です。そう。範囲これ。俺の範囲はこれ。もうそれはやばい。これ持ち帰る。じゃあ、デザートいっちゃいますか、エゴ君。はい。肉食ってる。それらのやつだったら。毎日さ、科学的なのばっかりってこういう時に、ちゃんとした飯を。コンビニ飯やろ。買ったい米くん。俺毎日今でもそばだよ。何そばかけそば。乾麺茹でて、かつお節出しとって、源醤油とおしゃれだ。自分作ってる。うん。20分ぐらいで終わるぜ。そこって飽きない。そんな毎日食ってる。うん、だから味変えたりする。キムチ鍋の元にすごい、これなんかすごい、そばってあっさりしてるイメージだけど、多分すごい色してます。あ、そんなことない。なんかそこにあれ、柚子胡椒入れたりする。いや、でもデートで来たいね、こういうところね。部屋が良かったね。俺は絶対来れないから。車持ってないの。どっけで来るの。どっけで来れんじゃん。あそこまで歩きやってくれんの。いや、やってくれない。やってくれないでしょ。そういうやつまだでいいです。結構ないでしょ。ないでしょ。いつでない。はい。部屋で誰かにお待ちしました。日本人がよく言うちゃんと小指あって足と足も小指あれば本当だろうか。本当マシマシで言ってください。春雨来たらな。よかった。20歳は行くんだろう。これ好きだ。いつもラーメン行っても焼肉行っても昔もらおう。やることなかったから。大体最低、結婚して産むのが最低。あいつすごいよね。米にニンニク作りでラーメンの汁垂らして。逆に男でも女でも。でも家系の通の食い方ってそうだよね。そうなんだ。すげえな。それで海苔巻いてくる。やべ、腹いっぱいでいっぱい。やばい、腹いっぱい。頼んだけどダメだ。男の方が強かったから。ねえ、なんでもたれかけちゃうの。男が悪いと思う。あ、これね、今の話もわかるわ。男ちょっと辛いんだけど。女の子って何も言えない。でも今違う。日本ってのは、彼の仕事で行く。今、彼が仕事で行く。女の子に、女の子が。学校行かせなかった。もう私は上司だよ。頭が良い。男は負けちゃう。ラーメン屋かしらニンニクのせいだ。よし。だから女の人に
ちょっとあんまりつけないほうがいい。ちょっと風味系なのに。いや、マジで早く帰ったらおかしい。あってきたさ、すまん、もう無理なってきたさ。俺さ、味濃いの好きっていうさ、オレンジ基本味薄めなの。実家の店薄かじゃなくてもうめえなって思えるんだけど、酒飲んでると濃い方が絶対に先に合うの。男気でもう一個行くか行かないか、ね、行けるのか。いや、私行くのに。男では気づかないと行くの。正面盛りです。イギリスだから、その音楽的にも、韓流がもう韓流がじゃあもう世界一ぐらいの勢い。まあ BTS のわけだ、うん。あれってさ、日本から来てさ、アメリカとかでもなってる。だってあれそうなの。大人気。あれなんだっけ？グラミー。グラミー。もう BTS 行ってもいいんじゃないかと。だからそれで逆にこのさ、日本の名物って言ってアイドルでしょ。アイドルなんて世界で知らない。それプラスもバンドなんてさ、他のね、日本なんてガンチュリーなんでしょ。まあ、まあ、すごい注目されてる人はこう部分部分で。日本でやっぱ注目されるのって演歌とかリアル系の見たことない。日本の文化としての文化と、文化とそこの注目されるあの比率がもう少なすぎる。いや、それは日本の悪いところよ、うん、日本の文化なんだからもっと押し出せって思わない、なんで K-POP 入れちゃうのって話じゃない。そういうことです。演歌なんてもうなくなっちゃうんじゃないって思うよ。いや、でも演歌はなくならないんですよ。なんない、あのちゃんとちゃんとファンがやるから歌唱力がえげつないから、まあ、そんなね。でもだってさ、周りでさ、演歌好きっていう人いないじゃん、世代音楽とか。で、演歌歌手は友達にいるぞ。好きな人、好きな人演歌しか聴かないですみたいな友達いなくなっちゃう。いないし演歌好きなのは、あの、単純な楽器の考えでいくと、今の若い人聴かないから、その人たちが年寄りになっても聴かないでしょ。そういう心配してで、俺らが年寄りになった時の若者たちはさらに聴かないじゃん、多分演歌って思っちゃうね。でもだともう先細り。コアファンを獲得してるんじゃない？いやーだってぶっちゃけビジュアル系考えてみ、終わったやん。もう虫の息じゃん正直。今こう世界最前線でやってるなんか。ディル・アングレーズ。そのさ上の人たちはやっぱさいるけど、俺のレベル考えてみ、さらにいなくなってるじゃん。だって最近だって新しいバンド全然出てこなくなったしさ、マジで俺らが50代とかになった時にもうほんと絶滅してんじゃないかと思わない？危惧種、危惧種。だって俺らレベルの、いや言っちゃ悪いけどドドドマイナーバンドのそういう裏子とかでやってるイベントとかさ、もう俺らが50代になった時になくなってんじゃないかなと。なるほどね。まあ、それは正直ライブハウスがなくなってんじゃない。ライブハウスがもうないみたいな、あの新しいバンドがいないみたいな。日本の文化が見ちゃうけどね。もっとね、出せばいいのよね。そういうの出してくんないしね、あんまり。そうね。ビジュアル系選んだ理由がそこだったんだよ。あ、演歌がビジュアル系だもん。ビジュアル系だったら、できそうなプロさ。演歌は無理じゃん。あんなに歌うまい人たち、あんまり見つけられなくない？もうね、もうだと金っていうのを見ちゃってからもう終わってるよね。ま
そこの業界も、まあ、我々のこうしてね、YouTube 少しでもアプローチできればと思ってますよね。俺らは日本で売れなくていいから、うん、世界で売れるから。よくコメントくれる方々は外人も多いですから。ああそうね、俺のバンジーは外国の人が。人全然いなくていいからやってみたい。でもなんかシーワリのバンドマンは、まあ、全然やってないのに海外ツアーとかやっぱいるんだけど、チキンの売り上げがえげつないです。旅行の飲み込みでトントンで帰ってくる。頼む仕事できないからマイナスだね。なんとこうフリーレート先をさ見てんの絶対見てない。目先のその儲かるでやってるんだ。でまた韓国 K-POP が廃れて違うの来たらそっちやるから。日本から生まれる音楽は死んだから。いやそもそもだからアイドルが売れてる時点で歌詞じゃないじゃん、うん、だから日本の売れてるんだって結局見た目とかになっちゃってるから音楽で売れてるわけじゃないんだよね。まあそれを言ったらメジャル系はそうなんだけどね。ハイオークは売れなくなったよね。そうだね。あとはやっぱさ、サブスクとかがメインになっちゃったせいで、それ個人的に悲しい。曲の価値が薄れてんのよ。無料でいいものを提供して、あと結局音楽がながら聴きのツールになっちゃってる。音楽だけを聴いて楽しむというあれがないじゃん。なんか掃除しながらかけとくとかさ、作業用とかね。そうそうそう、ちょっと明るい曲とかさ、ちょっとやっぱりいい曲が出てきます。そういうのじゃないんだよ。曲を目つぶっていいスピーカーでしっかり聴いてほしいみたいなのが多分今の人じゃないじゃん、その考え。本当のね、2とかじゃない限り。だからそれがやっぱ時代というかあれなのかな。ちょっとレコードとか流行ってほしいな。あ、音質とかもあるもん。俺さ、昔、これ言ったっけ分かんないけど、中学生の頃とかさ、携帯しか持ってないじゃん。携帯とかで音楽流すとスピーカークソじゃん。で、イヤホンとかしててもさ、クソだけどさ、その音質さ、悪いと思ってなかったんだ、中学生の頃の自分は。何も考えちゃうから、ただ聴ければいいって聞いてたんだけど、親がずっとなんかもう、シャカシャカうるさくて聴いてらんないってずっと言われてたんだよ。よくそんな危険でみたいなこと言われてて、まあ、音楽家なんだろうな。今この年になったら確かにそうだわと思って、まあ、音質っていうか、なんか、まあ、MP3 もさ、スカスカっていうほどではないけどさ、あるじゃん、言われてるじゃん、そこ。もう WAV とかよりはさ、劣化してるわけじゃん。でもそれが中学生なんて全然わかんないじゃん。それを今になって、なんとなく分かって、あやっぱ、そう、でもながら聞きしてる人って絶対気づかないと思うんですよ。その点俺っち恵まれてて、お母さんと兄ちゃんが俺の部屋だったの。おじさんがなんか海外に行っちゃったから俺の部屋だったの。 5.1 サラウンドの状況を作ってくれてたの。6万ぐらいするスピーカーを5発みたいな。だからもう全部が聞こえてたからすごくいい環境だったから。だから MP3 プレイヤー持ってたけど、俺の高校生の時って、もうほら、時代が違うじゃないですか。おじさんだもんね。そうなんですよ、おじさんだから。やっぱ、携帯とかなかったからね。うちの親父もさ、そこら辺はこだわってる。俺はこだわるんだけど、スピーカーとかすげえ買ってたから、うちの後時代、ああいうのがね、大きいのからちっちゃいのがめっちゃあったから、昔の人ってこうなんだけど、ウーファーもちゃんと置いたとかあるし。だからベースの音ってすごいどっから聞こえてたらベース始めたと思うんだけど、あれでライカンセリフとかあるんだよ。やっぱ全然違うんだよね。あれはすごい。そのくらいなの俺が2回目の判断じゃないですか、そもそもが。すげえなと思ったら、音源のクオリティーガス高いじゃん。それは分かんない、チャイナさんですか。
マジョン、関さんが偉大なんで、ベースの音が何してるんですか。俺弾いてないです。アドミネーション、アドミネーションじゃない、レーション。あの人はベースが超かっこよくない。ここはあっちゃん、あっちゃんだね。あっちゃんじゃないの。君らずっと立って立ってやっぱ本名で呼んじゃうんだけど、ルイです。最近思うよ、ちょっとまあ辛いんだけど、緊張するんだけど、ちょっとレコしたいな、たまに思う。あの雰囲気、緊張感。そうそう、だから俺ね、ドキドキするよね、あれ。あのああいうレコーディングしたのがもう8年ぶりとかだったの。やっとしっかりやったんだけど、ちょっとマミーとエクソーとタクミさんとか、でも作品になった時に、めっちゃいいとしたんじゃんと思ったの。でも次回はね、こう他の人も見たくなる。まあ申し訳ないけど、あなたの愛さ私が見てのベースで俺のマミーの音の方が良かった。アドミネーションには勝てない。だからリバイエンジン、うまいベーシストはルイ君になってる。音作りが上手よ。あのバンドってさ、どこで自分のあれを出すの。いや、ラインだから普通ベース入れて、でその音符した音を後からエフェクトかけて、そう詐欺のやつ。待って、俺はフォアでベースがいいベースだ。それで、まあ、ちょっとそもそも、あいつヘッド持ってきたから。初レコーディングとかめっちゃ懐かしくない。ね、よくあそこは俺立ち回ってさ、俺が怒られた、ちょっとちぎり返す。じゃないよって言って、蹴り濡れさすわ。テンパりすぎて、シールドソフトが間違ってる。フットスイッチのところに。あんまこのスクリーンやりやすいんだよね。いやでもね、あれ、シッチさん、ね、俺ら何回もやってっから慣れたからああいう感じだったけど、最初マジで怖かったよ。俺はもう社会人の教訓で、そういう時にもじもじすると余計イライラされるから、もう開けろって、わかりませんとかって言ったら、めっちゃ仲良くなる。すいません。なんか、もう一回行く？パリ？もう一回行く？パリ？もう一回行きましょう。行きましょう。仲良くなってからさ、もうやろうよみたいな。あ、そうそう。からね、もういいよみたいな。いや、ちょっとずれてんな、ここみたいな。ちょっと嬉しいよね。ちょっとあれ嬉しい。なんか他のバンドとかに紹介してとか言われたことある。すごい時もある。どっちもいないジャイブっていうところ。やっといてよ。また取りに行こう。ハヤトは、ハヤト衆は大丈夫。ストイックじゃないんじゃないの。あぶちゃいたんじゃないの、あいつは。俺、他の人はないかも。俺、一日またいだったけど、進まなすぎて。車で帰り泣いたから。その日、また朝一行ったから。土下座もんですね。土下座もんです。チップ渡しておいて。今車どうなってるの。ワンちゃん窓がまで伸びてるか。こんな強盗みたいな。なくなってるか、法律上なくなってるか、犯罪的になくなってるか。誰もあないですね。そう、俺ヤトシのね、その発言だけにすべて保険かけてる。そこの経営者の経営者ではないけど。やめても従業員だ。やめろやめろ、やばいですよ、それやばい。なやまなこと。おばちゃん得意の適当な。私知らないよそんなの。ここに登って左行くよ、私の会社だからね。止められないんだよ。さあ、そしてまあ、高次元の話もできたんで。高次元だって今。そうそうね。じゃあデザート。ゆっくりです。これだけの人だね。これだよ、ここに行く。ここに行く。噛み締めようか。買ってきてさ。聞いてみようか。今日最高何作だ。22歳ってやるの。もう一個言っとこう。じゃあ2歳料金も8キロとかじゃない。うん、何グラム？ 80 グラムぐらい。
八十分なさそうじゃん。そんなに。なんだったっけね。油がきつい。そんなにおじいちゃんなの。きつくない？いやすごいよ油。すごいよね。なんで一番おじいちゃんが大丈夫するの？すごい水分欲してるもんな、ね。塩分とかめっちゃ分かるのか。人数あるよ。食べたい。そうか。これって言うるんじゃない？でも水が欲しいから。水持ってきます。水だって行こうかな。行こうぜ。水だって行こう。水だって行こう。どうぞ。最高だな。最高だな。